エリザベス・メアリー・トラスは、イギリスの政治家。現在、保守党所属の国会議員、外務、A 連邦、開発大臣、女性、平等担当大臣。選挙区は、サウスウェスト・ノーフォーク選挙区。過去には、国際貿易大臣、通商会議議長、環境、食料、農村地域大臣、司法大臣及び、大法官、財務省主席担当官を歴任した。 1975年7月26日、オックスフォードを生まれ、父は後にリーズ大学教授となる数学者のジョンケンです。母は看護師、教師、元核軍縮運動会員のプリシュラメアリー・トラス。トラスは母のせいである。育った家庭は左翼的で、リーズのことによれば、両親は共に労働党左派であった。後にトラスが保守党から出馬した際には、 母の同意は得たものの、父は否定的であった。4歳でスコットランドに引っ越し、スコットランドのペイズリーのウエスト小学校をウエストプライマリースクールに通う。その後、リーズ北東部の総合学校のラウンド並行に通っている。また、カナダに1年間居住した。1996年、オックスフォード大学マートンカレッジを PBE 専攻で卒業。 オックスフォード大学卒業後は、ロイヤルダッチシェルに入社。その後、ケーブルワイヤレスに転職し、同社在職中に管理会計士の資格を取得した。2013年のシンクタンクポリシーエクスチェンジでの、トラス2021年9月15日、第2次、ジョンソン内閣の改造により保守党政権では、初のイギリスでは2人目の女性外相に任命された。トラスは、 記者団に対し、国際的なイギリスの前向きで外向きのビジョンを推進していきたいと語った。2000年、会計士のヒュー・オレアリーと結婚。オレアリーとの間に二人の娘がいる。ありがとうございます。